これで完成です。見て見て、ピカピカですよ。油を塩粉鍋で使うのに3時間かかるって、お店の人は教えてくれなかったよ。皆様こんにちは、中華鍋編です。はい、これはですね、昨日の夜にもう2時間半かけて焼いた中華鍋でございます。はい、ここからですね、先ほどもじゃあ空焼きをして一度水で洗いました。水がまだ残ってますね。それも拭いてあります。これを火にかけていきます。はい、ではここにこのまま加熱していきます。結構もう超見て見てピカピカですよ。油は油が見てるからね。なんかちょっとムラがありますけど、3つですかね。どうなんでしょうか。ちょっとわかんないです。取れなかったです。これは、はい、というわけで今日からこの中華鍋を育てていきたいと思います。我が子です。なんか結構もう一生使えるよという噂の中華鍋なので、今日はもう疲れたのでこれまでです。だってまさか2時間もかかると思わないじゃん。全部合わせたら3時間だよ。知ってた知ってた。中華鍋使うのに3時間かかる。お店の人は教えてくれなかったよ。だからお店の人は3時間くらいかかりますよって言ってください。お願いします。はい、というわけで中華鍋編第1位やめまーす。シッシ違った採点。はい、では中華鍋動画でした。また見てね。バイビー。